3分でわかればいい的な第二装甲師団解説始まるよ。このシリーズ全く伸びないからもはや何のために作ってるかわからないね。第二装甲師団は1935年10月15日にエルツブルクの第13軍管区にて設立。アンシュルスに従事し、さらにアステカじゃなくてこの方の花戦争にも従事した。1939年9月1日からポルスカ討伐戦に参加。スロアキアのジャブロンカよりポーラン国内に侵入。ヨルダヌフ、プチム、ミスレニスを経由し、大きな抵抗なくヤロスラフへと向かった。11日から12日にかけて参加は横断、ラワルスカとザモシチに進軍しラワ、ルスカで赤軍と合流。その後スロアキアを経由し撤退した。次の作戦に従事するために1940年初頭には第一装甲師団と同じくアイペルに移動。1940年5月に、第1装甲師団、第10装甲師団、グロースドイッチュラント歩兵連隊と共に、第19軍団を組み。第10装甲師団が軍団左翼、第1装甲師団が軍団中央、第2装甲師団が軍団右翼を担当した。当軍団はルクセンブルクに侵入しベルギー南部の要塞を破壊。さらにアルデンヌ地方を走破しフランス国内へ侵入。スダンにてムーズ川を渡りマジノ線の延長部分を突破。そこより師団は北進しムーズ川とかより約10日後の5月25日に海岸部のブローニョ線よ。トミードもダンケルクから海に追い落とした後に第39軍団に配属されなんか。スイス国境まで到達しその後駐屯地に引き上げた。9月28日に第4戦車連隊が第13装甲師団に引き抜かれ、それを第304歩兵連隊によって補った。当然のように戦車の代わりを歩兵にさせるというね。1941年3月にブルガリアに圧力をかけるために師団はルーマニアへ移動。ブルガリアの枢軸国加盟後、マケドニアよりギリシャに侵入。なんやかにあってギリシャが降伏、5月にはアテネに治安部隊として配備され。5月6日に帰国することになり、一部が輸送船によって輸送されることとなったが、2隻がイギリスの機雷によって撃沈され、野戦砲が失われ、5人の将校を含む184人が行方不明となった。帰国後師団はフランスにて占領軍として活動し、9月中旬より中央軍集団に配属されモスクワを目指した。10月中旬にモスクワ郊外の防護陣地を突破したものの赤軍の激しい反撃により11月中旬まで防御線に従事することになる。11月15日より師団は再び攻撃に移行することとなるが、12月より始まった赤軍の反攻作戦により再び停止。その後師団は42年1月15日までにユーフのフーガガーリンズブツォフ戦まで撤退。4月まで同期を維持し、その後後方にて再編され、反撃の余波でルジェフに取り残された赤軍の総統に従事した。その後7月に再び赤軍の攻撃が始まり防衛戦に参加。同期を43年3月まで保持し、赤軍の反攻作戦は失敗に終わった。7月にピタデレ作戦に参加しクルスクの突出部に攻撃を仕掛けるも作戦は中止され、赤軍の反攻を撃退しながら西へと後退し、44年1月には再編成のためにフランスへ移動した。6月より始まったノルマンディでの一連の戦いに師団は参加し、ファレーズ包囲戦で壊滅的被害を被る。9月6日にジークフリート戦まで後退。その後第5装甲軍の一部としてバルジの戦いに参加する。ムーズ川の東のクストンヌにまで到達したがそれ以上前進することはできなかった。作戦後グレル王に撤退。防衛戦をしながら東へと撤退し、最後は45年5月にプラウエン近郊にて連合軍に降伏した。終わり、平定。